私立岸和田市民病院は大阪府岸和田市にある医療機関である。岸和田市病院事業の設置等に関する条例により設置された私立の病院である。臨床研修認定病院や国指定がん、診療拠点病院などの指定を受けている。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失。 訂正してくださる協力者を求めています。この節は医療機関に関して執筆中です。過筆、訂正してくださる協力者を求めています。大阪府内のがん診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部健康推進室。健康づくり化生活習慣病。ん対策グループ。2020年6月30日閲覧。病院評価結果の情報提供。 公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年6月30日閲覧。ABCD 交通アクセス。私立岸和田市民病院。2020年6月30日閲覧。大阪の岸和田市立病院センター長逮捕。共同研究で収賄容疑。産経新聞2019.12。 421時21分、2020年8月14日、閲覧。岸和田市民病院を職、収賄罪で医師を起訴。産経新聞2019.12、2621時4分、2020年8月14日、閲覧。ありがとうございます。